大都会の中にいて大自然の心を忘れないってことが大事なんですよ。パワースポットいっぱいあります。でもね、やっぱね、いいのがですよね、田舎のパワースポットなんですね。大自然に囲まれたパワースポット。で、この間ですよね、私実は5月の、4月の頭ぐらいからですよね、ていうかもう3月の中旬ぐらいから、実はほぼほぼ毎週末京都の綾部っていうところでイベントやってます。まあ私のブログとかですよね、この中見ていただいてる方もいらっしゃると思いますけども、結構の頻度で綾部に行ってます、この2ヶ月ぐらい。で、なんか田舎のですよね、写真のとかずっと上げたりしてるんですけど、ずっと行ってました。でね、本当にまあお客様ですよね、延べ何百名もですね、お招きしてずっと接待させていただいてたんですけども、綾部の合宿施設ですよね、本当に1泊2日間ですよね、過ごすと、むちゃくちゃ変わります、これ。で、例えば、普段私たちこうやって生活してると、なんかこう時間に追われたりとかね、あ、仕事せなあかんなとかね、人の目が気になったりとかね、あったりするじゃないですか。でも、京都の綾部の合宿施設で過ごすと、そういった時間に追われることはありません。合わせなあかんな、こうせなあかんなっていう、もう携帯も電波あんま届きません、場所によっては。で、なんかこう携帯気になったりであったりだとか、人の目もだんだん気にならなくなってきます。だからね、こう本当にまあ女性の方でも、私でもそうなんですけども、本当にまあ一泊二日の中でですよね、なんかこうジャージ着て、なんか本当にゴロゴロして、なんかもう女性の方でしたら化粧もせずにですよね、本当に自然体な姿にこう戻ってくるわけなんですよね。普段やっぱり見られてる目って気になるじゃないですか。でも、そういった見られてる目が気になるっていうのはどうしてもやっぱり緊張状態になっちゃうわけなんですよね。あ、ちゃんとせなあかんなみたいな。そうなんです。無意識のうちに力が入っちゃうっていうところがあるということなんですね。だからそういった力が抜けていくと、あれがままの自分、本当の自分に戻れる。そういうための合宿施設として、京都の綾部だったんですね。で、去年の秋ぐらいから本当に合宿イベントさせてもらってるんですけども、ほぼほぼ 100% に近く、皆さんむちゃくちゃ変わります。1泊2日で。ね、で、なんで変わるのかっていうことなんですけども、その秘密を一言で言いますと、風水ってことなんですよね。風水。で、風水っていうのは何かと言いますと、なんかこう、ドクターコパさんのイメージが強いわけなんですよね。風水と言いますと。で、ドクターコパさんが風水って言葉を広めた。で、例えば、西に黄色とか、ね、東から音楽鳴らしたらいいとかね、北に本棚置いたらいいとか、まあ、いろんな知恵というかね、ものが風水の中にはあるわけなんですけども、ドクターコパさんが伝えてる風水って実は一部なんですよね。仮想ドミなんですよ、これは。家の中でどうインテリアしていったらいいかってことで風水って言ってるわけなんですけども、風水っていうのは本来もっと意味が広いわけなんですね。これ、どういう意味が広いかと言いますと、例えば、どこに家建てたらいいかっていうところまで風水なんですよ、これは。もっと言うと、都市設計とかも風水なんですよね。ここに都を作ったらいいとか、ここに町作ったらいいっていう知恵だったわけなんですよ。で、例えば、そういった風水に基づいて都市設計とか町の設計をしたりするとどうなるかって言ったら、例えば、地震とか、津波とか、天変地異とか、火山の噴火とかあったりするじゃないですか。ああいうの起こっても、人災、あれなんですよ。要は、被害が起こりにくいんですよね。で、最近例えば、天変地異が起こってですよね。東日本大震災とかでも、津波でこう被害あったとかっていう地域があったりしますけども、ちゃんと風水に基づいて都市設計してたら、ああいうことで、人が死んだりっていうことは、かなり被害減ります。要は何かって言ったら、まあ、簡単な話で、海沿いのこういうとこに家建てたらあかんよみたいな区伝があったりするんですよ、風水のとこには。簡単ですよ。地震起こったらそこ津波来やすいっていうね。そういうとこには家建てたらあかんとか、山の斜面の下には家建てたらあかんとかね、あるんですよね。当たり前じゃないですか。ねえ、なんか、ねえ、大雨降りましたみたいな。土砂崩れしましたみたいな。家埋まりましたみたいな。それは風水で、もうここ建てたらあかんっていうとこも絶対建てちゃってるんですよ。あとは、なんかこの、何年か前も鬼怒川の氾濫とかあったりしました。鬼怒川の氾濫とかでもそうですよね。こういうとこに家建てたらあかんよっていうとこに家建ててるところが被害が立ってるわけなんですよね。そういった感じで風水の知恵っていうのは人間が安全に暮らせるっていうことなんですね。で、もっと言うと家にエネルギーが集まるための仕組みっていうのをですね、作るっていうことがあったんです。で、実は京都の綾部の合宿施設っていうのは完璧にそういった風水の知恵に基づいて作られた家でして、で、そういう家ってどうなるかっていうと、ツバメがむっちゃ集まってくるんですね。だから、京都の綾部の合宿施設はもうツバメバンバン集まってきます。で、例えば、
ツバメが巣作る家はね、縁起がいいとか言われたりするんですけども、それはなんでかっていうと、ツバメっていうのは、稲のその害虫を食べてくれるからっていうのはあるんですね。でも、それだけじゃなくて、気がいい場所にツバメって集まってくるんですよ。で、気がいい場所にしか基本的に巣作らないと言われています。でね、だから、気がいい場所やから、ツバメが巣作る家っていうのは繁盛すると言われたりするんですけども、もうその京都のあるの施設ですよね。ボンボンツバメが入ってきます。で、ツバメが家の中入ってくるんですよね。でも出ていかないっていうね。ツバメって渡り鳥なんで、どこがパッと気がいいかって察知する能力には優れてるんですよ、これ。うん。だから、風水っていうのは、その、まあ、一つの知恵と言えるわけなんですけども、要は風水って何かっていうと、大自然のエネルギーを人間の体の中に取り込むための知恵なんですよね、これ。で、人間ってエネルギーで生きてます。人間ってエネルギー的存在なんですよね。よし、頑張ろうと思って頑張れないのはエネルギーないからです。幸せになりたいと思ってなれないのはエネルギーないからです。逆に言うと、俺むっちゃ不幸になりたいって思ってても、そんな人いませんけどね。俺むっちゃ不幸になりたいって思ってても、エネルギーいっぱいやったら幸せになってくるんですよね。全然俺開運したくないって思ってても、エネルギーが集まってきたら開運するんですよ。それが、運の原理です。だから、エネルギーを集めるっていうことが、人生何より大事になってくるっていうことなんですけれども、エネルギーを集めるための知恵っていうのが、風水としてあるということなんですね。で、人間っていうのは、そういったエネルギーを集める存在としているわけなんですけども、でもね、残念ながら、この都会の生活生きてますと、なかなかエネルギーが集まりにくいっていうのはあるわけなんですよね。それはなんでか、また後で説明しますけども、そうなんです。でね、大事なことって何かなんですよね。アイムの合宿施設で私ですよね、この2ヶ月ぐらいずっと過ごしてました。まあね、都会の生活では分からんこととか気づかないことがたくさんあるんですね。で、例えば、季節感を感じるということですよね。まあ、都会にいたらなかなか少なくなります。ね、スーパー行ったらいつも同じような野菜が並んでる。ね、いつも食べ物も特に変わらない。虫見ない。ね、なんか田植えもあんま見ないみたいな感じで。草花あんま見ないみたいな。自然に触れる機会がなくなるわけなんですよね。でも、田舎にいたらですよね、2ヶ月ぐらいいると、本当に自然がどんどん移り変わってきてるっていうのがわかるわけなんですよね。で、例えば、二十四節気っていうですね、日本の古来からの暦があります。二十四節気ね。72項とかあったりします。例えば、今っていうのはですよね、どういう時期かっていうと、ちょっと前、穀雨という時期でした。穀物の雨っていう時ですよね。で、これ何かっていうと、穀物を実らせるための雨が降りますよっていう時なんですけども、本当にですよね、穀雨の時期が来ると、雨が降りやすくなるんですよ。わかります?で、こういう時って降った方がいいんですよね。穀物が実るようになるために。田んぼとか稲とかが、田んぼ稲が実るようになるために、穀雨の時って雨が降った方がいい。でも、本当に二十四節気で穀雨っていう時はそうなってるし、例えば他にもですよね、なんかこう、ツバメ来たるみたいな時期があったりするんですよね。本当にツバメが来るし、ボタン花咲くっていう時期にはボタンの花が咲きますし、そういう感じで、なんでしょうね、日本のその昔からの暦の二十四節気っていうのは、本当に自然が豊かな環境にいると、あ、そうなってるなっていうのが、リアルに実感を持ってわかるわけなんですよね。で、本当に、例えば田舎の暮らしで、一週間見ると、どんどん移り変わっていってるのがわかります。例えば、先週全然帰れなか、泣いてなかったのが、今週帰りを泣くようになってるなとかね。ある時はむっちゃカメムシがおる時期。むっちゃもうカメムシ大量発生して、あ、どうしいなっていう感じがあったりするんですけど、あの時パタッとおらんくなるんですよね。んで、何かって言ったら、ミミズがむちゃむちゃ多くなるみたいな。あ、ミミズじゃないわ。毛虫がすごく増えるみたいな。もう毛虫だらけやん、みたいな感じで。あったりとか、今まで飛ばなかった鳥が飛ぶようになったりだとか、例えば田んぼにですよね、水が張られたらカエルがゲコゲコ一気に鳴くようになったりだとか、そういう感じで、自然っていうものをすごく感じるようになるわけなんですよね。で、思うんですよね。あ、自然ってのは循環してんねんなって。季節ってのは循環してんねんなって。カエルがゲコゲコ鳴くようになって、冬になったら鳴かんくなって。ね。ある時は、こう、セミが鳴き始めて、とかっていう感じで、どん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 移り変わっていく。循環の中を私たち生きてるわけなんですよね。で、星空を見上げても思います。ね、あれ北極星やなって意識するじゃないですか。ほんなら北極星中心にして、ほんと星って回ってるの分かるんですよね。北斗七星、秘策の形がぐるーっと回ってるんですよね。ほんなら、なんか5時間ぐらい前まで北斗七星、あの位置にあったのが、5時間ぐらいにこう位置が変わってたりするわけなんですよね。あ、星って循環してんだなって分かります。そう。地球ってぐるぐる回ってるし、星もぐるぐる回ってるし、万物っていうのは循環するわけなんですよね。
で、そういった循環するのが大自然なんです。で、なんで大自然を感じることが大事かっていうと、人間も大自然の一部やからなんですよね。で、大自然の一部です。でも、その大自然の一部や、地球の一部やっていうことをどうしても忘れちゃうんですよね。で、なんでこの地球の一部やっていうことを忘れないことが大事かっていうと、要は、地球の上で生きてる私たちっていうのは、やっぱり地球を応援するような生き方、地球に応援されるような生き方をするっていうのは一番自然な形なんですよね。でも、都会っていうのはやっぱ不自然なことやってるわけなんですよ。ね。例えば、地球と人体っていうのは構造が似てるわけなんですよね。例えば、水のパーセンテージですよね。もう地球と同じですよ。だいたい 80% ぐらいで。地球の水のパーセンテージと人間の体の中の水分のパーセンテージっていうのは同じです。で、例えば人間の体に入る体毛ですよね。髪の毛。もしくはこう体毛ですよね。これっていうのは、地球でいうとこの樹木、草花みたいなもんですね。生えてるわけなんですね。で、なんで樹木とか草花が生えるかっていうと、あれです。これは毒素を吸ってくれてるわけなんですよね、体の中の。で、地球の樹木、草花、そうですよね。土の中の毒素とかそういったものをずっと吸ってくれてるわけなんですよ。で、夏になったらなんか雑草を生い茂って鬱陶しいなとか思ったりするかもしれませんけど、雑草っていうのはあれは土の中の毒素とか悪いものとかをずっと吸ってくれてる存在なんですよね。だから、あれがなくなったら土壌汚染ですよね。むちゃむちゃこう土が汚れていってしまう。だから雑草は雑草で必要な存在だったりします。で、それを体内でやってるのは体毛ですよね。だからあんまり永久脱毛とかってしない方がいいわけなんですよね。それはね、やりすぎるとあれ体の中の毒素を吸ってくれるものがなくなるから、どんどんですよね、毒素が溜まりやすい体になっちゃう。まあ、やってる人もしかしたらいるかもしれませんけどね、やりすぎるとよくないってことなんですよね。だからガクトさんとかちょっと注意が必要だったりということだったりしますね。だからもう永久脱毛してる人は違う感じでですよね、汗かくとかそういう感じでですよね、こうデトックスしていくっていう必要があるわけなんですけども。で、例えば私たちこうやって都会で生活してると、アスファルトでガチガチに固められたですよね、上を歩いてますよね。でもアスファルトでガチガチに固めるって一体どういうことかですよね。その上にビルバンバン建てるってどういうことかって言ったら、人間で言うと例えばこの一部アスファルトバンバン固められて、でなんか重たいもの乗っけられてる、嫌じゃないですか、なんかね。この肩のあたりでもいいですよ。この肩のあたりですよね。アスファルトバチバチに固められて、なんか重たいもんいっぱい乗っけられたら、あー重いなって言って、やーってなりたくなるじゃないですか。それが地震ですよ、自然現象で。わかります？あーもう重たいなって、硬いな、しんどいなって、あーって言って揺れるっていう現象ですよね。だから、本当に人間の体と自然物、万物ってのはリンクしてるっていうことなんですね。じゃあ何やねんみたいな、お前こんな都会でセミナーすんだよみたいな感じになってくるわけですよね違うんですよ、私が言いたいのは。何が大事かと言いますと、田舎に帰ろうって、別に田舎もいいんですけどね、田舎に帰ろうじゃなくて、大都会の中にいて大自然の心を忘れないってことが大事なんですよ。大都会の中にいて大自然の心を忘れてないっていうことが大事なんですね。だからまあ、こういったですよね、梅野のど真ん中ですよね。まあ、さっきね、コンクリートアスファルトで固められてビルに乗っけてみたいなことをですね、否定的に言いましたけども、本当にまさにそういうど真ん中じゃないですか。ねえ。まあでも、それはそれでいい面っていうのはあるわけなんですよね。昔やったらですよね、こんな高いところから見る景色とかなかったわけなんですよね。ねえ。戦国時代ですよね。こうね、本当にこう夜景が綺麗だねとかね、高いところからこう見下ろして綺麗な景色だねとかっていうことができるのは、織田信長くらいのものだったんですよね。安土桃山城っていう城を建ててですよね、城下町たくさんこう火灯させてですよね、ああ、綺麗だとかって言ったら信長ぐらいでね、一般庶民は夜景綺麗やとか景色綺麗やってこう楽しむことできませんでした。でも、今私たちですよね、もうここから見れたらですよね、あ、綺麗な景色だねって簡単に見ることができるようになったわけなんですよね。それはそれでね、いいことではあります。で、こういうね、例えば、ビルの高い場所っていうのは、インスピレーションとかアイデア入れるのはちょうどいいんですよ。だから、今日もですよね、なんかこうやって話聞きながらですよね、皆さんの日常生活に役立つようなアイデアとか、ヒントとか得るようなですよね、なんかきっかけになればなっていうのは思ってます。
そうそう。アイデアとかインスピレーションを得るには高層マンション高いところいいんですよね。でも、やっぱりね、地面から離れると地球感覚から遠ざかります。地球感覚って何かって言ったら、エネルギッシュな体から遠ざかるんですよね。だから、あのね、マンションの高層マンションですよね、高い階住んでる方っていうのは、そういう意味で、大地の木を取り入れるっていうのは習慣として心がけた方がいいですね。ずっとマンション上の階で住んでるんじゃなくて、まあ、できるだけ毎日ですよね、地上階に降りて、ね、大地に触れる、土に触れるっていうことですよね。やった方がいいんじゃないのかなと思うんですけども、でもやっぱ高いマンション高層階住むと、アイディア、インスピレーション、ひらめきっていうのは得やすくなるっていうのはあると思います。それはね、私たち現代人、都会に住む我々が得た特権だと思いますけれども、そうなんです。話元に戻しますね。大都会の中で大自然の心で生ける。これが大事だと思います。日本の神社を蘇らせ、盛り上げるために神社チャンネルの活動の応援をよろしくお願いします。チャンネル登録、いいねボタン、そしてポジティブなコメントがですね、神社チャンネルを盛り上げることにつながります。またですね、無料で開運情報をお届けするメールマガジンも行っておりますので、そちらの登録もよろしくお願いします。